GFX だったら、そしたら皆さんめちゃくちゃ売れるよ。うん、あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファ、アルファホビー部。冒険はシグマの方が続けてる印象です。まあ俺は別にそんなことはないかな。どっちもどっちかな。うん。安かろう悪かろうから安くても良いレンズが増えている時代になった。ああ、まあこれはそうですね。ソニーが中盤カメラを出したら冒険ですね。まあ冒険だけど、誰が買うんですかって話、うん、さっきのマウントの追加の話になったじゃん。 E マウントが熟成してきたから中盤とか出したらいいんじゃないっていう、なんかそういう噂じゃないけどそういう話が出てきたけど、じゃあもう一回レンズ開発し直すのかと、ね、まあ、し直さなきゃ中盤のレンズ出ないけど、じゃあその間全ての人がフルサイズから中盤に移るのかと、もともとフルサイズを使ってたソニーの人が、それだけのフルサイズのシェアを持ってた人が全部中盤の方のソニーのカメラに移ってくれりゃいいよ。そんなわけないって。まあマウントコンバーターみたいの出てさ、中盤のカメラ出てさ、ソニーのフルサイズのレンズをちょっとこうマウントコンバーターで使えるっていう形は取るかもしれないよ。まあ万が一発売されたらだよ、うんうん、じゃあそれでわざわざ中盤使うんだったら別にフルサイズの今までのカメラ使ったっていいじゃんってなっちゃうじゃん、うん。うん、GFX だったらそしたら皆さんめちゃくちゃ売れるよ、うん、みんな買ってるよ、うん、まあソニーの AF で中盤が欲しいっていう考え方もあるかもしれないけどね。じゃあ別にこれだけまあもっと裏を返せばフルサイズこれだけ売れてんのにわざわざ中盤出すこともないっていう考え方もあるわけだから、うん、ね、他社を寄せ付けないあれだけの圧倒的なレンズラインナップと、例えば軽さであったりとか、まあ写りはまあ好みであったりとかその辺は多少差があるかもしれないけど、まあ今これだけアドバンテージがあるのを、またあえてそういうところでこれだけ利益が出しにくい業種で冒険する必要性が若干ないような気がしないでもない。本体に限ってはそれだったらフルサイズで新しいさっきのグローバルシャッターとかああいう風のを出してる方がよっぽどいいんじゃないの、うん、ね、そうでしょ。だってそうじゃなきゃ冒険してなかったらグローバルシャッターなんて出さないわけだからさ、それはなぜかっていうとフルサイズのレンズの資産がもともとあって そこで主戦場で戦ってるわけだから、そこでフルサイズのなんていうかな一新するようなセンサー、例えば二層センサーとかまた出たらね、すごいよね、ソニーが出したら、うん、そうしたら全然より盤石なフルサイズのラインナップを武器によりシェアであったりとか他のメーカーから人を引き込むっていうこともできるわけ。それをわざわざ、ね、危ない橋を渡るとまでは言わないけど、まあ出たら違ったらごめんなさい、私の予想が違うだけど、まあそうだね、危ない橋を渡る必要性はないんじゃないかなっていう気はしないでもない。広角単焦点でそこそこ寄れるパンケーキレンズもね、パンケーキレンズみんな好きね。 F2.8 くらいの E マウントで欲しい、35mm の F2.8 くらいのレンズ、うん、まあ、ソニーは出さないんじゃないですか、うん、他社メーカーを期待しましょう、はい、何をもってそこそこ映るとかそこそこ寄れるっていうのもありますけど、うん、難しいっすよ、うん、高いところから下の景色を見る場合にどういうズームレンズを、いいんじゃないですか、28-200で28-200か17-50とか買えばいいんじゃないですか、うん、28mm 足りないんだったら17mm とか、うん、タムロンさんだったりそれでいいと思います、はい、景色を撮るんだったら別に、純正にこだわらずサードパーティーでいいと思います、はい。ミノルタはアメリカでの裁判に傾いたと記憶しています。ああ、そういうのもあるのね、はい、アルファショック造語ができるぐらいブレイクしたんですけどね、うん、まあつってもブレイクって言ってもね、ブレイクって言ってもたかが知れてますからね、やっぱ巨大2と、ね、ニコンキャノンの
画量を崩せるっていうか、あれをそれほどでもないですからね。中華メーカー、遊び心で言えば中華メーカーが一歩上を行っている部分があると思います。クオリティも上がっていますし、その中でヒットが出てくれば日本メーカーにも刺激になる。うん、遊び心っていうか、俺はそんな、まあまあ、ごく一部のメーカー、ラウアとかあの辺はね、あの10ミリはすげえなって思ったけど、うん、それ以外は、なんか劇的に明るい単焦点が出てるわけでもないし、既存の焦点距離の安いレンズ。それぐらいの認識でしか俺はちょっとないかな。うん、これからもう少し、ビルトレックスとかがちょっと噂されてる、あの辺のなんか スーパー 1.4 とか 1.2 とかもあったよね。あの辺の単焦点とか出てくれば遊び心っていうか、すげえ冒険しておーすげえっていう風になるかもしれないけど、現状そんなすげえっていうほどのレンズは出てないかな。やっぱ安かろう高かろうじゃないけど、安かろうの感じの部類にまだ入ってるかな。AF とか気にしない、ブリージング補正気にしない、そこそこ映ればいいけどこの金額だっていうんだったら、やっぱそこはやっぱ一丁あって、一理あって、一理っていうか、やっぱシグマ、タムロン、サードパーティーだとやっぱそこの2強だよね。そこの部分で、まああとはマニュアルに関して言えばもっと他のところもあるよ。でまあ当然、タイスとかああいうところも含めてやればあるけど、結局タイスだって、まあ何度も言うけど、あの E マウントに限っては新作のレンズもそれほど出してないわけだから、そう考えると、やっぱ純正っていうふうなくくりの中 で考えると、やっぱなかなかやっぱまだ中華はそこまで上がってきてないのかな。ラオアのああいう 10mm みたいなレンズがパンパンポンポン出てくるやね、またね話が変わってくるんだろうけど、うん、あとさっき言ったビルトレックス の, あの明るいレンズが出てくれば、まだ出てきてないから、出てくればおーすげーってやっぱなりますよね、うん、だからもう日本が市場じゃないんですよね、うん、これもそうなんですけどね、まあ、もう海外がなってるからね、そうシフトしてるもう仕方ないんだよね。だからあんまり海外、日本人がどうだこうだって言ったところでそんなにあんまり響かない、まあ、若干本体みたいなところはこう反映されるかもしれないけど、なかなかレンズみたいなものは世界需要みたいなものもあるからね、その辺はちょっと反映されないね。ね、あ、まあ、これナムコさんならではですね。中盤も使っててフルサイズも使ってるから、フルサイズが一番バランスがいいと、うん、うん、イメージサーブ、デジタルも APS 主流だった時代から、フルサイズにすっかり移行してるかも。そうだ、そういうことだよ、うん、だからマイクロフォーサーズだってこういう現状でしょ、うん、ギリ APS-C は残ってるけど、うん、だからマイクロフォーサーズがダメっていうわけじゃないんだけども、なかなか現実的に厳しいよね。あの上からの突き上げと下からの突き上げが両方あるからね、マイクロフォーサーズに限っては。あのね、スマホの1インチであったりとか、ああいうところのセンサー周りで、もしくは1インチじゃないにしても、あの被写界深度とか言ってるだけだったら、明るいとか言ってるだけだったら別にスマホのレンズでいいわけだし、うん、で画素数もそんなにこだわらなければ、だからそう考えると下からの追い上げと上からのこうフルサイズでも売れちゃってるっていうふうになると、あえてマイクロフォーサーズを選ばない。だからもうちょっと時代が進んできたらマイクロフォーサーズ駆逐されて、今度 APS-C の方に侵食してくるかもしれないよ、うん、スマホがどんどん搭載してきてね、こうね、ソニーの中盤は夢、うん、まあ分かる分かる。中盤が売れるなら GFX 独り勝ちしててもおかしくないけど、そうでない現状からフルサイズのままで良いかと、まあ答えは私もストレートな言い方しちゃうとそういうことです。まあだからさっき言ったようにパイが少ないから、パイが少ないところに 今そこまで中盤とか冒険してもさ、結局何1インチマイクロフォーサーズ APS フルサイズ中盤って出しててさ、どこが勝った？
フルサイズが圧倒的でしょ、ぶっちぎりでしょ、うん、ってことは他のところに参入する利点がないわけじゃん、ね、E マウントはもともと APS-C から始まってフルサイズっていうなんかステップアップみたいな形であるから、まあ若干 APS-C にもこう片足突っ込んでる状態で今のマウントが形成されてるけど、見てくださいよパナソニックね、2マウント制取ってて体力大丈夫ってなっちゃうじゃん、うん、わざわざソニーフルサイズと APS-C やってさ、これでまた中盤やったら3センサーだよいくらソニーでもそんなことやるわけねえっては言わないけど、やるかもしれないけど、したらもっとフルサイズ売れよとかってなるもん、うん、もっと APS-C 売れよってなるもんだって、うん、あるんだからもともとレンズもね。だから APS-C 売れよって言ったから ZV-E10 みたいなカメラが出てくるわけですよ、うん、フルサイズもっと売れよっていうわけだから 7C2 みたいなカメラが出てくるわけですよ。じゃあ、フルサイズ売れるな、お、フルサイズがやっぱ一番みんなが欲してるセンサーサイズなのかなって思ったら α7R みたいな高画素機が出るわけですよ。あ、売れるんだな C3 みたいな、あ、S3 みたいな高画素って言ったらさっき高画素の R が出るわけです。だから今度は S3 みたいな高感度が出るわけですよ。お、レンズがたくさんあるんだな、みんな動画撮るんだな、 FX3 が出るわけですよ。そういうことです。じゃあね、中盤でそういう風な形で出せますかって言ったら出せないから、うん、まあね、なくなった企画結構ありますね。はい、まあ望遠もまあまあ分かりますけど、今更そこにリソース出すんだったら俺もっと中盤なんか極端だけど中盤なんか作んないでいいから、もっとカメラの本体とレンズもっとフルサイズいろいろ頑張って開発してくれって言っちゃうもん、うん、そうなんですね、確かに一眼カメラ時代が冒険、もうだからそういう時代になっちゃったからね。だからもうこれだってスマホが台頭してきたらもうそれこそ一眼レフカメラ、まあ、万が一なくなる可能性だってあるかもしれないからね、すごい将来。まあまあストレートに言っちゃうとそうだけどね。だからもしかしたら AF がね、あんまり良くないって言われてるけど、 AF であったりとかレンズが充実してれば GFX が勝つかもしれないけど、うん、ださっき言ったようにこう望遠撮る人もいれば広角撮る人もいるし、風景も撮る人もいるし、うん、じゃ記念撮影撮る人もいるし、あの集合写真撮る人もいるし、運動会撮る人もいるし、じゃあそういう時にバランスを取った時にレンズの種類がある、本体の高画素化が強い、じゃあ高感度が強い、枚数が撮れるって言った時にもともとフルサイズにそれだけの機種があるんだから、わざわざ別のマウントに移ることもないわけだね。昔だったらいいですよ、出始めの頃だったら、もうこれだけフルサイズ充実してるのに移る意味がない。スマホが今後進化することを考えるとセンサーも大型化になるでしょうから、その差をつけるために中盤の選択肢が出てくるかもと思っています。なるほどね、うん、ミノルタのカメラ事業の売却は特許販売、まあまあこういうね、いろいろな小ネタがあるんでしょうね。はい、ミノルタの後継であるソニーの E マウントを愛している方はミノルタの東京新鮮のロフェル、まあちょっとこういうのもね、難しい話ね。はい、不動産バブルが消えてこれからどんどん衰退していくとしたら、民営化されている企業もまた国営化されて安く買われるが戻ってしまうかも。まあこういう話もあるんですね。はい、もともとフルサイズセンサーは止まりが悪くてまともに取れない時代がの、妥協の産物で APS-C が出たと記憶しています。フルサイズがリーズナブルな価格で作るようになったからフルサイズに注目しただけの認識。なるほど、まあこれはどこソースがあるわけでもないのかな。ユッキーさんどうなんだろう。
E マウントフルサイズも APS-C もあるので APS-C レンズが充実してもいいかも。だからこの辺もだから売れたらもっと出すんでしょうね。何度も言うようだけど APS-C は本体が安いから、じゃあいろいろ考え方があって、本体が安いからじゃあレンズも買うだろうっていう考え方もあるし、もともとまあやっぱそういう考え方ができるんだけど、それはあくまでもフルサイズ買ってる人だからっていう感じなんだよね。あの APS-C ってやっぱさ、本体が安く作れるイコールそういう人たちがレンズをポンポン買うかっていう考え方の方がやっぱ先行してると思うんだよ、やっぱ昔から。だから ZV-E10 みたいな機種が売れるのもそういう理由なんだよね。じゃあ ZV-E10 が売れるのは本体が安いから、レンズがいいとかレンズが交換できるかじゃなくて、本体が安くて、まあレンズ交換できるからなんだけど、レンズ交換できる本体が安い機種でっていうと、もうぶっちぎりあのカメラだから売れてるだけであって、レンズが付け替えるレンズがたくさんあるないとかって関係ないんだよね結局ね。あれだけ本体売れてるんだから、逆に言うとレンズがたくさん出ててもおかしくないわけじゃん。販売台数で言えばかなりの数占めてるんじゃない、ZV-E10 とかあの辺の APS-C の。だけどそういう人たちはレンズを買わないわけ、フルサイズの人は買い替える人が多いからフルサイズのレンズが出るんじゃない、当たり前ですけど、そういう市場があるわけだから、それはもうメーカーが分かってるわけだから、なかなか充実は難しいんじゃないかな。だからまあキヤノンがいい答えですよ。だから自分家で作らないで他社に出てるレンズにカバーしてもらうっていうのを、で自分家の本体がそれでそこそこ売れればいいんじゃないっていう考え方なのかもしれませんよね。昔は違ったけどね、昔は違いました。まあカメラの業界が良かったらもう本当にその通りなんですよね。AF もそうですけど、個人的には GFX の UI も使いにくいんですよ。ああなるほど、そういうのもあるんですね。一回コンサートでイベントでカメラマンがシグマの 60-600 を使っていたことを見たことあります。このレンズはおすすめしますか。アルファホビーブではちょっとこのレンズはなかなか しょっぱいという噂を聞いた感じですね。60-600、まあ何でもそうだけど、10倍ズームとか8倍ズームとか焦点距離をこの何幅が長ければ長いほど設計も難しいし、そんな写りのいいレンズがそれで出ればみんなそれのレンズを買うわけですよ。まあ当然ね、60-600あれだけ開発費かけてバカでかいレンズでやってるっていうやってるけど、当然難しいんじゃないですか。そう考えると 28-200 みたいなああいうレンズでそこそこの写りが出るからみんな喜んで買ったりっていうのもあるし、じゃあ今回の 50-300 もそうですよ。はい、あれも6倍ズームだけど、まああれだけの写りが出るんだったらいいんじゃないって。だからこの60-600はまあ見ての通り話題にも上がらなければその後のいい評判も聞かないので、いい人はいいんじゃないですか。私は少なくともちょっと一回だけ使いましたけど、めちゃくちゃいい写りか、量販店で触りました。はい、でその時に撮ったけど、手持ちにある200-600とか150-500と比べてもなんかすげえ特別いいなっていう感じはしませんでした。はい、中盤作らなくていいから富士山と提携して GFX のシンポジーを協力して作ってほしい。まあそのくらいだったらやるかもしれないね、やるかもしれないというか、ワンチャンそのくらいでいいよね。そのくらいだったら開発費も少なくていいんじゃない。ソニーの AF 乗っけてほしいよね、 GFX にね。まあまただからフルサイズのセンサーと中盤のセンサーだとさ、 AF の仕組みも当然違ってくると思うから、まあ一概にただ乗せれば使えるかっていうとそうじゃないと思うんだよね。けどまあそういうのも期待しちゃうよね。当然レンズとの連動とかもあるんだよね。例えば GFX で使ってるレンズがさ、ソニーで開発してるレンズじゃないわけだからさ、あの AF の接点とかも考えれたら、じゃあ AF のレンズじゃなくて AF をGFX の方に持ってっても、じゃあそのままその通りにソニーみたいな感じで使えるのかって言ったら使えないわけだから、やっぱそれはあくまでもレンズもソニーが作ってて、本体もソニーが作ってるから、あの AF が担保されてるっていう考え方をすると、なかなかそういう開発なんかも難しいのかなって。まあまあだけど面白いアイデアですよね。もう終わりにしたいんだけどチャットが終わらない
はい、200人。ああ、もうね、人数も少ないからね。